チャンネルのショーです。さあ待ちに待った脱がやってきました。これ勝負ですよ。勝負、負けられない戦いがここにはある。そうだよ。で今回はちょっとした景品も用意しているのでね、楽しんでもらえると思います。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう、はい、1位2、3、4、あ、終わりですか。ウシさんも1位でした。さあ、じゃあですね、ここでピースしました。ありがとうございます。これ3つあるんで、これか3つどうしよっかな。でも、あれだね、俺はどれもいいから、取ったやついいよ。いや、取ったやつ微妙じゃん、どれか分かれちゃう。お願いします。1これじゃん。それでいいと思う。じゃあこれね、ざっす。はい、じゃあ1試合目はウーシーさんが優勝で、景品は、SAO のこれは何でしょうかね。フィルムかな、フィルムのストッカー。これいいですよ、だって、浅田さんじゃないもん、そうね。これ何話しかほら出てないじゃん、この状態って、ケットシーバージョンはレアですね。はい、いいですね。はい、おめでとうございます。後ろでですね、キリトさんがですね、焼きもきしております。いやでもまだ残ってるから。はい、2回目はウーシーさん、マルさん、キリトさんで俺っていう順番でいきたいと思います。やっぱウーシーさんが安定してますね。うん、さあじゃあキリトさんが挑戦です。さあじゃあ俺いきます。マルさんはまだちょっと本調子じゃないかな。まあ、もちもち上がっていくから。やった、キリトさんがやりやがった。さあプレッシャーかな、あれは。もういいとき、ダブルの17のトリプルきた。本気出してきた。マルさんの調子がまだ上がってないかな。で、ここでキリトさんが意外に乗ってるみたいな。軌道で、軌道を確認した方がいい。絶対練習した方がいいよ。うわ、
調子でいくと、うん、またウーシーさんのトップになります。さあ、丸さんの調子が上がってきたぞ。さあ、キリトさんがね、キリトさんがね、景品がかかってるんだけどね、なんかエンジンかかってないんだよね。プレッシャーに弱いんだよ。プレッシャー制御。いやちゃんとオイル交換したちょっとケチとね、これね、オイル交換してますね。アウトになったことだね。ダメです。あれ2発目ダメなの？ダメです。あれあそこ何？どこに刺さってる？黒。あ、黒？黒はゼロです。あ、あれダメなの？うん。これはまたウイシーさんがトップかな？あ、ダメだ。いや、狙いすぎたらダメだ。調子いいよ。いやでね、キリトさんがね、オイル交換失敗したんですよ。あとタイヤ交換も多分失敗したんですよ。あ、タイヤ交換ね。あと羽もセーブしてないんじゃない。羽もねしたねえ、あそこなんか押してるあそこなんかダメだ、やばいよやばいやつ、なんかいろいろ落ちてるぞやばいやつ落ちたらやばいやつね、携帯とね、タバコが落ちてたよ。あれなんか殺人現場みたいなこれ絶対もう点検しないよね、こいつは点検しないよね、うん。これいい数字やと333、ね、爽やか3組ですか。この際もウーシーさんが優勝かな。ウーシーさんが、ね、あのウーシーさん次あれ取るんじゃないかな、このまんまだったら。取っちゃうね。あれ欲しいんだけど。あのキリトさんにしても丸さんにしても。あれ欲しいんだよ。わ、起きた。ここへ来て。やっと。いや分からんよ。うお、来た。まさ。まだね。俺別に何ももらえないからさ、あの、そうね。え？なんで？全然違うよ。12のトリプル？ああ、丸さんが、丸さんが追いつけなかったっすね。さあ。キリトさんが、キリトさんがここで大逆転的が見られるのか。ドゥンドゥンドゥンで。ああ、出ればね。ドゥンドゥンドゥンで。もう惜しい。ビビったよ。ドゥンドゥンドゥン。いや、とりあえず出るのは出たじゃん。最後復活してきた。残念ながら追いつか、あとちょっとだったですね、ラストは。おう、どうやっつけるんだよ。はい、2回戦もウーシーさん、安定のウーシーさんが勝ちました。あ、どうぞこっちにちょっと。強いね、買っちゃいました。どっち選ぶかですよ。さあ、
ということで、また景品、ウーシーさんが持って帰ります。どっちか。じゃあこれで。よし、よかった。逆に俺はよかった。逆に俺はね、あの後ろで、すごい見てこれ、あと行くなら、行くなら、あ、なるほど、ね、ちょっといくらで買うか。あとで、売買できる、売買はできるんでね。そう、個人売買はできる。いや、結構疲れましたね。実際やった回数なんてのは4回ぐらい。なんかこう目には見えない疲労が出てきまして、はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。